5番目は宣言効果っていうのを利用するといいよっていう話です。ね、まあ宣言効果ってまあそのまんまで言っちゃうわけですよ。要するにね、例えば10キロ痩せるぞ、ね、10キロ痩せるからなってこうね、特にそうもしうまくいかなかったら恥をかいちゃうような人ですよね。恥ずかしいなって思えるような人、別にうまくいかなくてもね、なんか責められても別に気にしないような人じゃダメですよ。だからそうですね、どっちかというとライバルみたいな人の方がいいかもしれないですよね。ちょっと意地悪な人に言った方が効果があるかもしれません。これ宣言効果っていうのも利用してみてください。それから6番目はですね、イメージトレーニング。これよくスポーツ選手とかがやってますよね、イメージトレーニングって。これスポーツに限らず使えるんですね。要するにそう、なるべくハードルはね、こう一番で言ってるように低い方がいいんですけど、ちょっと高めのハードルの場合はこれ有効です。頭の中で想像したことっていうのはついつい人間っていうのはやってしまうんですね。で逆に言うと、これなんか心理学の話であるんですけど、なんか自分が行動を取るときっていうのは無意識に、どんな行動を取るかっていうことをちゃんと頭の中でイメージしてるそうなんですよね。ですから、頭の中でこうできるだけね、詳細にこうビデオカメラで撮ったくらいな感じで、こう習慣化 したいことをイメージしていくというふうにやるとかなりスムーズにできるようになる。筋トレをするんだったら筋トレをしている姿を自分の頭の中にね、もう朝起きて、起きたところからイメージするという意味ですよ。朝起きて、ね、水飲んで、その後こう筋トレしている姿をイメージすると、そういうやり方でやるとかなりスムーズにいきます。はい、それからこれポイントカード。まあ、ポイントカードってよくね、ツタヤとかでありますよね。ああいうポイントカードっていうよりはもっと原始的なやつですね。ちょっと消しますよ、これ。まあ手書きでもいいですし、なんかExcel とかでこうやって表みたいなのがあって作るんですよってね。で、まあ100均とかでシール売ってるじゃないですか。ね。で、ちゃんと決めたことができたらこうやってシール貼っていくわけです。これすっごい幼稚でなんかバカバカしいと思うかもしれないんですけど、これ意外と効果があるらしいんですよ。行動科学とかを研究してる人の本前読んだことあるんですけど、そう、これって子供がやるみたいな感じでしょ。子供はもちろん効果あるんですけど、大人でも会社とかでこういろんな業務をねポイントカード制にしてうまくいったっていう話があるんで、これ話で聞いてるとバカバカしいと思うかもしれないですけど、やってみると意外と嬉しいんでね、シール貼ったぞみたいな感じで、これぜひやってみてください。で、8つのポイントって最後の8ですね。8番はこれも有名なやつです。 To do リストってやつです ね。有名なんでご存知の方も多いと思いますけど、でこれうちの塾の講師にも勧めてて、ね、専任のね、例の、ね、いつも動画でマッスルスって言ってるね、マッスル君もこの To do リストをね、ちゃんとね、仕事でやるべきこと書いて、まあ、トゥードリストというか、簡単に言うとやるべきことをただ単にね、箇条書きで書くっていうだけなんですけど、ね、それをちゃんとね、紙に書いて、まあ、何でもいいんですけども、例えば、そうですね、掃除とか、ね、なんでしょうね、英語の予習とか、こんなようなこと書いて、で、できたら、赤でピッと引くと。これ別にまあチェックはなんだ本当はいいんですけど、まあなんか赤でね、こうやってビート弾くとこうなんて言うんでしょう、気持ちいいんですよこれね。なんかの手帳術かなんかの本に書いてあったんですけど、こうやってビート弾くとなんかね、終わったぞみたいな達成感があるんで、でしかも赤っていうのはなんかね、こう脳にいいらしいんですね。よく知らないですけど、そうらしいんで、ぜひやってみてください。で、このトゥードゥリスト一番最強ですよね。だって要は今まで言ったやつの中でもどんなやつでも使えるわけです。もうやるやつを全部書いていけばいいわけですから。そんでこれ癖づくとね、逆にだからこれをやらないと、なんて言うんでしょう、このリストに書いたものじゃないと行動しないようになると一番いいんですよ。余計なことしなくなりますから。
で、慣れるまではまあ確かに時間かかると思いますけども、これ ぜひやってみてください。というわけで8個ね、だらだらと紹介しましたが、もう一回、一応もう一回言いますね、全部ね。1、低いハードルを設けましょう。2、事前準備をしましょう。で、3、自分にご褒美を与えてください、ね、で、4、罰則を与えましょう。で、5、宣言効果を利用しましょう。で、6、イメージトレーニングをやってみましょう。で、7、ポイントカードも作ってみましょう。8、トゥードゥーリストは最強です。いや、もうこれだけ使えばね、習慣化できないってことはないんで、ぜひやってくださいね。で、最後にこれだけ言っておきますね。一つの新しい習慣を身につけるためには、大体どのくらいかかるかご存知ですか？よく言われるのが、一番短くてね、これ書いてある本とかによって違うんですけど、21日間って書いてあるものもありましたね。21日間っていうと、要するに、3週間です。3、7、21で。で、まあ1ヶ月ぐらいかかるって書いてあるのもありましたね。だからまあ、自分の感覚からしてもそうですね。長くても 1ヶ月もやれば、やらないと気持ち悪い状態にはなると思うんで、ね、今言った、ね、8つのポイントのどれかをいくつか、ね、複数使って、21から30日間、新しい習慣を身につけてください。ただ、新しい習慣って言っても、一体何を習慣化すればいいかっていう問題がありますよね。あれもやりたい、これもやりたいとか、ね、あると思います。ダイエットもしたい。ね、英語の勉強もしなきゃいけないといろいろあると思うんで、じゃあ一体どれを優先したらいいかっていう話を次回しますね。なんかずいぶん長くなっちゃいましたけど、多分次で習慣化の秘密のお話を終わります。いやー、なんか今日暑いっすね。いやー、汗かいちゃいました。いやというわけで次回もよろしく。次回もよろしく。無茶でした。これ若い人知らないと思いますけど。